させていただきます。続いてのチームは鹿児島大学よさこいサークル隼人の皆さんです。チームコメントを読ませていただきます。今年は創設3年目となり、この大半夜、そして初陣戦の参加は2度目となります。今年の初陣戦も精一杯楽しんでまいりますとのことでした。注目選手の方、前にお願いいたします。これ事前の調査によると、ある動物が好きらしいですね。はい、僕はジンベエザメが大好きです。そのジンベエザメのに対しての熱い思いっていうのをちょっと聞きたいんですけど。はい、ジンベエザメのことを学ぶために鹿児島大学水産学部に入学しました。以上で。それだけですか？それでジンベエザメが好きだと言えるんですか？もう、はい、もう時間もないようなので、この辺で失礼いたします。M の方頑張ってください。よろしくお願いします。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。鹿児島大学よさこいサークル隼人と申します。本日はオリジナル曲明かりのシンブリを披露させていただきます。よさこいを通して皆様の心に希望の明かりを灯すことができるよう、隼人一同心を込めて演舞いたします。それでは参ります。鳳凰の翼に思いを乗せて。
の方に感謝を込めて礼。ありがとうございました。好、撤収。